どうも、レイです。今日お伝えする話題なんですけれども、世界初、長野県南部の山岳地帯で無人機による物資輸送をスタート、川崎重工というね、見出しのちょっとニュースを見つけましたのでご紹介いたします。敵地での大型無人機による物資輸送、長野県伊那市と川崎重工が2021年10月の5日無人 VTOL 垂直離着陸機を使った中央アルプス、南アルプスにおける物資輸送プラットフォームの構築プロジェクトを開始したと連名で発表しました。本プロジェクトの背景には近年のアウトドアブームがあるとのこと。ブームの高まりに伴い山小屋の利用人口は増加しており、そのため物資運搬を安定的に行う必要が求められているといいます。山小屋への輸送は現在ヘリコプターに頼っているものの、一方で送電線工事や公共事業の増加、パイロット不足などにより運航可能なヘリコプターを確保することが難しくなっており、同様の影響は全国的に起きているそうです。そこで本プロジェクトでは山岳特有の気候状況に適応し、長距離かつ大きな標高差があっても安定して飛行できる大型無人航空機を用いて山小屋への物資輸送を実施し、将来にわたって持続可能で効率的な輸送スチームの構築を目指すとしています。今回用いるのが川崎重工が開発中の無人 VTOL 機。なお無人機との運用と合わせ輸送のための固定航空路を構築し、各種ステークホルダーとの調整や法令に基づく許認可等の手続きを行うといいます。この輸送スキームは汎用性、拡張性を持たせることで全国への水平展開が可能であり、同様の課題を抱える全国の自治体や関係団体の課題解決、山岳地帯における物資輸送事業を安定して運営するための基盤の確立に寄与するそう。なお説明によると、伊那市は川崎重工へ事業を委託、同社は機体開発と事業の取りまとめを担い、通信や運航管理システムの開発支援は KDDI が、飛行ルートの構築支援、これ地図関連については前輪が当たるとしています。長野県といえば山岳地帯に囲まれている地域なんですけれども、特にね、このドローンの輸送というのは大変に私注目しておりました。今回は山小屋へということなんですけれども、実際ドローン以外でね、自動運転システムによって僻地の方に食用品などをね、運ぶという、そういうようなシステムもできてはいるんですよね。ただこれがまたドローンっていう風になってくると、もう少しね、利便性が高まってくるのではないかなと思います。そしてもう一つなんですけれども、このドローンが雨であっても、そして雪が降っていても、そして台風の時でも安定して飛べるような開発っていうのがね、これから必要になってくるのかなっていうふうに思います。そしてもう一つ、ドローンや自動運転システムというものについて一つね、考えさせられることがあるんです。つい最近刑が確定した飯塚受刑者のね、件なんですけれども、まあ、あの方に関してのことはね、特に私は詳しくは触れませんけれども、ただ老人の人が運転するについてはかなりね、批判的な意見とか心配な意見っていうのが多く上がっています。現在ね、トヨタ自動車をはじめ国産メーカーは自動運転システムというものにね、大変力を入れていますね。同様にこのドローンのシステムにも今日本はね、力を入れ始めてきています。世界規模で見るとドローンシステムについてはまだね、日本は出遅れてはいるんですけれどもね、人をね、ただ輸送するだけであるんなら自動運転システムとかドローンシステムでも構わないと思うんです。しかしね、ご高齢の方でも運転というものをね、趣味にしてらっしゃる方もいらっしゃいます。そんな人たちが運転というものを楽しみながら、なおかつ安全に運転できる、そういったシステムをね、構築していく、こちらの方にもね、さらに力を入れてほしいなっていうふうに今回の記事を見て思いました。それでは以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。